待ちに待ったライゼン9000シリーズだぜ。でもゲームするなら 7800X3D が最強なんでしょ。あら、図星だったのかしら。ということでライゼン9の 9950X です。これ、提供ではなく MSI からの貸し出しなので、どうにかして仮パクできないか必死に考え中。ライゼン9000シリーズの評判や性能については皆さんすでにご存知かもですが、今回は MSI のハイスペックマザーボードを使って、改めて私なりに色々検証してみました。結論、私の用途には 7800X3D より 9950X がベスト。皆さんの用途に合うかどうかは、この動画を見て判断してもらえたらと思います。まずはざっくりとスペックをおさらいしておきましょうか。4種類のライゼン9を比較するとこんな感じ。9000シリーズはアーキテクチャが最新の Zen 5になって、消費電力が引き下げられているのが特徴。クロックやキャッシュ容量は大きく変わってなかったりもします。9950X の動画制作時点の価格は最安で11万円ちょい。こんな高額な CPU、なかなか手を出しづらいと思うんですが、売れ筋ランキングで3位になってて驚きました。というよりランキングがほとんどオレンジ色ですね。仕方ないですけどね。で、私はライゼン9や Core i9 をどれも持ってないので、今回はゲーム用途最強とも言われるライゼン7の 7800X3D と性能を比較してみます。私はこれを去年の10月に 57,980 円で買ったんですけど、今はちょっと値上がりしてて、だいたい6万円台って感じ。9950X と 7800X3D、コアやスレッド数、価格も大きな差がありますが、そもそも用途が全く別物。両者の検証結果は後ほど詳しくご覧いただきます。今回使用するマザーボードは MSI の MPG-X670E カーボン Wi-Fi。発売当初は8万円くらいしてたハイスペックモデルで、今は値下がりして5万円台で買えるみたい。サーバーグレードの発送 PCB が採用されていて、フェーズ数は 18+2+1 とたっぷり。入出力端子も充実してますし、M.2SSD は Gen 5が2台と Gen 4も2台の計4台まで搭載可能。メインストレージのスロットはヒートシンクの脱却も楽ちんです。個人的に好きなのがここのデバッグ LED。パソコンが起動しないなどのトラブルが発生した時、ここの数字でエラーの原因を特定可能。エラーコードの種類はマニュアルに全て書かれています。ここの Easy Debug LED は安めのマザーボードでもよく見かけますが、こっちの方が断然わかりやすいです。デザインも落ち着いた感じでかっこいいですし、もちろんドラゴンは光ります。MSI センターのミスティックライトから色や発光パターンをいろいろいじれるので、MSI のマザーボードを使うなら MSI センターはインストールすることをおすすめします。そのうち X870 の最新モデルが出てくるんでしょうけどね。BIOS アップデートで最新ハイエンド CPU もバッチリ運用可能です。BIOS アップデートのやり方は先日ショート動画にまとめたので、気になる方は後でぜひご覧ください。ちなみに、マザーボードの箱に BIOS 更新済みのシールが貼られていたら、そのまま9000シリーズが使用可能です。今回は8月29日に公開された最新 BIOS を適用した状態で、9950X をいろいろいじくり回してみました。検証環境はこんな感じです。CPU クーラーは 360mm の簡易水冷もあるんですけど、240mm でも運用できるのか気になったのでこの子をチョイス。本当はポンプヘッドにカバーをかぶせて使用するんですが、CPU を交換するときに邪魔なので最初から外した状態で使いました。9950X を使うときはチップセットドライバーのこれを必ずインストールしないといけないとかで、きちんとやっておきました。Windows の電源モードはいじらず、ゲームモードもオンのままです。まずは PBO でどれくらい性能が変わるのかを検証。PBO は AMD の自動オーバークロック機能のことで、MSI のマザーボードは設定がとても簡単。BIOS に入ったら、まずはメモリにエキスポを適用しておきましょうか。今回は DDR5-6000 のメモリを使っていたので、ここをポチッとしてプロファイル1を適用。PBO の設定はアドバンスモードに入って、左側のオーバークロックのタブをクリック。次にここをクリックして、AMD オーバークロッキングをクリック。すると PBO の表記が出てくるので、ここをクリック。オートになってるところをクリックすると、選択肢がいろいろ出てきました。初期状態ではオートになってて、エネイブルで PBO がオンになります。
他にもいろんなモードが用意されていて、例えば 9700X でエンハンスモードを活用するとデフォルト設定から 15% くらい性能が上がるらしいです。今回はご覧の5つのモードで性能の違いを比較してみました。下2つのサーマルポイントは CPU の上限温度を設定できるモードです。まずはシネベンチ R23 を回してみた結果がこちら。いずれもすごいスコアが出てるんですけど、エンハンスモード3のスコアが特にヤバいです。私が過去に計測したスコアと比較すると、どれだけヤバいかがわかりやすいでしょうか。デフォルト設定と比べて、マルチコアは 10% くらいスコアがアップ。シングルコアもじんわりとスコアが伸びているのがわかります。HW インフォのプロ版を使って計測中の平均温度を見てみると、TBO オンとエンハンスモードでは上限温度の95度にほぼ張り付いてました。今回は 240mm の簡易水冷を使っていたので、360mm ならもう少し下がったかもです。デフォルト設定なら85度くらいだったので、性能アップにこだわらないなら 240mm の簡易水冷でも十分と言えそうです。サーマルポイントモードはきっちり機能してるようで、65度のモードはスコアも落ちちゃってましたが、静音重視で運用したい方には便利じゃないかな。消費電力もチェックしてみると、TBO オンとエンハンスモードでは 200W を超えていました。今回は直接比較できてませんが、全世代の 7950X と比べると、フルパワー状態の消費電力がちょっぴり下がってるんだと思います。この2つ、消費電力はほとんど変わらないのにスコアに結構差が出ている点を見ると、MSI の味付けが上手ってことなんでしょうね。クロックを見てみると、エンハンスモードでは平均値が 5GB に届きそうになっててやべえです。シネベンチ計測中の様子をサーモカメラでもチェックしてみました。この時室温は26度です。CPU の周辺は結構発熱してますが、それでも50度台で割と控えめな印象。ご覧の通り、高負荷時は電源ケーブルも結構発熱しています。マザーボードのこの辺にあるゴテゴテとしたヒートシンクは、ちゃんと意味があるってことがよくわかりますよね。HW インフォでマザーボードの温度も見てみましょうか。CPU はそこそこ発熱してますけど、その他のセンサーはそこまで温度が上がってなくて、これならハイエンド CPU も安心してゴリゴリぶん回せます。参考までに、こちらはアイドル時の様子。指でツンツンできそうなくらい温度が落ち着いています。これは FF14 ベンチを回している時の様子。プラボに負荷がかかって温度が上がっているのがよくわかります。ゲームって CPU はそこまで負荷が上がりませんから、シネベンチ計測中と比べると発熱は控えめです。さて、PBO の設定で性能が変わることはわかりましたが、実際の用途ではどれくらい差が出るのか、フォートナイトと動画編集のベンチマークを試してみました。まずフォートナイトはレンダリングモードをパフォーマンスに設定。3D 解像度と描画距離を最高、その他は最低にして、リプレイモードで同一シーンのフレームレートを計測しました。結果はこんな感じ。はい、誤差の範囲です。デフォルト設定で 1% ローの数値がやたらと低いのは仕様みたいなもので、パフォーマンスモードはブレが大きくて、1% ローがやけに低く出たりします。続いて UL プロキオンの動画編集ベンチ。これは実際にプレミアプロを動かして計測するベンチマークです。はい、これもまた誤差の範囲と言えちゃうかな。シネベンチではスコアに結構差が出てましたけど、ゲームなんて特に CPU をそこまで使わなかったりしますから、PBO の恩恵は体感しづらいです。CPU をフルパワーでぶん回すような用途だと差が出てくるでしょうけど、私が普段パソコンを使う範囲だとなかなかないんですよね。性能面で体感できるほどの差は出なくても、例えばサーマルポイント65のモードにすることで、CPU の発熱や消費電力を抑えられるメリットがあります。一方でエンハンスモードはシネベンチのスコアはいい感じに伸びてましたけど、ゲームではほとんど変わらず。これはリプレイモードではなく実際にゲームをプレイした時の映像。PBO はエンハンスモード3に設定してました。ここのシーンをご覧ください。はい、フリーズしちゃいました。ゲームを終了した時にブルスクを吐いたこともあって、多分エンハンスモードはかなりギリギリを攻めた設定になってるんじゃないかな。シネベンチでハイスコアを目指すならおすすめのモードですが、かなりピーキーなので普段使いでは避けた方がいいかも。どのモードがベストかは用途に合わせて判断するしかないですけど、迷ったらデフォルト設定のまま使うのもいいですし、個人的にはサーマルポイント85がおすすめ。
発熱や消費電力はデフォルト設定とほとんど一緒なのに、ちょっぴり性能が上がります。他にも結構いろいろいじれますから、興味がある方はぜひいじくり回してみてください。もしパソコンが不安定になっても、クリアCMOSでBIOSの設定をリセットできますから安心です。さて、おじさんはもう力尽きそうですが、ここから 7800X3D との比較結果を見ていきましょうか。どちらも PBO 周りは何もいじらず、メモリにエキスポを適用しただけで、その他はデフォルト設定のまま比較しています。今回はご覧のゲームやベンチマークを試してみました。まずはシネベンチ。コア数が倍違いますし、そりゃそうですよね、という実力差です。計測中の温度はあまり差がなく、ただ消費電力は2倍以上の差が開いてました。続いて定番の FF14 ベンチ。はい、やはりゲームでは 7800X3D が強い。スコアはもちろんのこと、温度も控えめですし、消費電力も大きな差が開きました。これはつまり、7800X3D はワットパフォーマンスが素晴らしいということです。サイバーパンクは解像度ごとにベンチマークをテスト。一番重たいオーバードライブモードで試した結果です。誤差とも言えますけど、ちょっぴり 9950X の方がフレームレートが出てました。続いて黒神話悟空のベンチマーク。WQHD と 4K では全く変わらず、フル HD ではちょっと差がついてました。フル HD より WQHD の方がフレームレートが出てるのは DLSS が機能しているのと、サンプリング解像度の設定が違うからじゃないかな。このゲーム、最高設定だと激重なので、少し画質を落とした方がボス戦も快適です。ここからは人気のシューター系ゲームを見ていきます。まずフォートナイトは2種類のレンダリングモードでテスト。どちらもいわゆる競技設定で試しました。こちらはダイレクト X12 の結果で、やはり 7800X3D が強いです。続いてパフォーマンス。実際のところ平均フレームレートが500も出てたら十分じゃないですか？確かに差はあるんですけど、9950X もハイエンド CPU の名に恥じない性能を発揮してますし、決してポンコツとかではないです。お次はオーバーウォッチ。初期設定のウルトラ画質で、こちらもリプレイモードを使って同一シーンのフレームレートを比較しました。はい、こちらはほとんど変わらずでした。画質を下げれば差が大きくなるかもですが、グラボが4070ならウルトラ画質でも十分すぎるほどのフレームレートを出せます。バロラントは同一条件での比較が難しいので、実際にスパイクラッシュをプレイ。多少の誤差は出ますけど、大体同じくらいの平均値に落ち着きます。結果はこんな感じ。いやー、7800X3D が本当に強いです。さっきも言いましたけど、9950X も普通に優秀なんですけどね。こっちが異常なんです。最後に配信をしながら Apex をプレイしてみました。配信ソフトは無料で使える OBS を使用、ゲームの画質は下げた状態で、どちらもハードウェアエンコードで配信をしながら録画もしています。CPU の負荷を上げるために、VTube Studio を使ってアバターも表示しながら試してみました。このソフトは CPU の負荷がそれなりにあるので 9950X の方がフレームレートが落ちにくいかな、と予想してたんですが、ほとんど差はなかったです。VTuber を目指している方にとっても、やはり 7800X3D は最有力候補になりそうです。ではゲームはこれくらいにして、クリエイティブ系のベンチマークを見ていきましょうか。まずはパソコンの総合的な性能をチェックできる PC マーク10。総合スコアでは 9950X の圧勝。このベンチは項目が細かく分かれていて、それぞれ比較してみるとこんな感じ。事務仕事やクリエイティブ系の用途では、やはりコア数の多い 9950X の方が有利みたい。デジタルコンテンツクリエーションの内訳も細かく見ていくと、いずれの用途でも 9950X の完全勝利でした。続いて 3DCG のレンダリング性能をチェックできるブレンダーのベンチマーク。はい、ここでも 9950X の圧勝。コアとスレッド数が倍違いますから、当然の結果と言えそうです。あとは UL プロキオンのベンチマークから、ステーブルディフュージョンを想定したベンチ。画像生成ではグラボパワーがメインですから、CPU による差はあまり生まれないみたいです。最後にプレミアプロを実際に動かす動画編集ベンチ。はい、
ここでも 9950X の勝利でした。という感じでいろいろ検証してみましたが、冒頭で私の用途には 9950X がベストとお伝えした理由が伝わったでしょうか。パソコンでゲームがしたいだけなら、性能面はもちろん価格とワットパフォーマンスの点でも 7800X3D が強すぎます。そのうち9000シリーズの X3D 版も出てくるんでしょうけど、発売直後はどうせ価格が高いでしょうし、この先もしばらくは 7800X3D の人気が落ちることはなさそう。ただ 9950X もゲーム性能は普通に優秀で、ゲーム以外の用途では圧倒的な強さを見せてくれました。私みたいに、ゲームはするけどそこまでガチでやり込むわけじゃないし、動画編集で苦しんでる時間の方が圧倒的に長い人にとっては、9950X が現時点でベストな CPU の一つです。ぶっちゃけフレームレートが500から600に伸びても得られる体感は変わりませんし、私が好きなグラフィック重視のゲームではほとんど差がなかったり、9950X でも私はめちゃめちゃ快適にゲームを楽しめます。AMD の公式サイトにも、ゲームとコンテンツ制作にベストを求めるならって書かれてますからね。ただまあ CPU 単体で11万円はさすがに高すぎですから、もうちょっと安くなってほしいな。それと、コア数の異なるライゼンに交換するときはクリーンインストールが必須、とのことでしたが、本当に性能に差が出るのか検証してみました。7800X3D から 9950X に交換した後、そのままゲームを動かした状態と、クリーンインストールをしてから再度検証。オーバーウォッチはこんな感じで、ほとんど差がなかったです。フォートナイトも同じような感じで、誤差の範囲とも言えますが、むしろクリーンインストールする前の方がフレームレートは出てました。大きな差はありませんでしたけど、CPU を交換するときはクリーンインストールした方がいいのは事実。9割以上の方は数年に一度くらいしか CPU を交換しないでしょうから、余計なトラブルを避けるためにもクリーンインストールはやっておいた方がいいと思いますよ。マザーボードに関しても、9950X のフルロードでもかなり余裕を感じられて、さすがはハイスペックモデルです。もうちょっと安いモデルでも問題なく運用できそうですけどね。今回は PBO 周りを少しいじっただけですけど、伸びしろもたっぷりで、BIOS の設定で表情がかなり変わりますから、めちゃめちゃいじりがいのある CPU とも言えそうです。ゲームはもちろん仕事でもゴリゴリ活躍してくれるハイエンド PC を組んでみたい方は、Ryzen 9950X と MSI のハイスペックマザーボードをぜひ検討してみてくださいね。では今回の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら、高評価とコメントを残していってもらえると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。